三浦、尾上、下出の対戦となった1回戦 A グループ。ターキースタートを決めた下出の第4フレームは、ここもストライクでトップを走る。三浦、尾上は共にスペアとし、ゲームは第5フレーム。厚め厚めとね来てますので、はい、ちょっと薄めに狙いたいとこですね。あ、右は来ました。はい、これでジャストポックでしたね。なるほど、そうですね。あのですね、練習中にこの右左両方のレーンで、左は嫌ですねというふうに言ってました。はい、何かが違うんですか。そうですね、おそらく、はい、左の方がより曲がる感じがするんでしょうね。なるほど、はい、その違いを、はい、ということはこの下出が完全に掴んでいるというふうに言っていいんでしょうか。さあ、4つ来て5つ目今度は左側への失投ですね。はい、これはちょっとね、尾上三浦にしてみたら嫌、はい、な感じするでしょうね。こちらは、はい、2フレーム目でね、はい、いいストライクを出した左側のレーンです。来ました、はい、あの完璧な投球です ね、 でしたね、はいはい、これ後半面白いです ね、 ね、7、8、9、10、はい、面白いと思います。掴んだでしょうか。そして尾上萌が取っておかないと、バーッと右側のね、これでねポケットヒットはしてるんですけれども、2回連続で10番ピンが残って、はい、しまいました。さてさて、5つ来ている下出が、さあ6つ目入った。本人の中でね、はい、満足のいくあのストライクということですね。さあ、これをこれをこれ、はい、下出のストライクはどこまで続くのか。